こんにちは、マインツへようこそ。調子はどうですか？最高にいい感じです。ドイツに来る飛行機の中で疲れとか溜まっていますか？14時間ぐらいかかったので疲れましたけど快適でした。昨日の夜に到着したそうですけど、マインツの街の印象はどうですか？川が綺麗でとても雰囲気のいい、僕は大好きな街です。マインツの街は結構もう見たりしましたか？昨日着いてから散歩に出かけて夜ご飯を食べました。ドイツの料理はもう食べましたか？ドイツの料理はまだ食べれてないのでこれから食べていきたいです。マインツ05のクラブは以前から知っていましたか？もちろん知っています。岡崎さんや武藤義則選手が、その2人がマインツ05で昔プレーしていましたが、すでにもうお知り合いにはなっていますか？まだなっていないのでこれからなれればいいかなと思っています。あなたはピッチの上ではどのようなタイプの選手ですか？またはプライベートでもどのようなタイプの人間ですか？教えてください。サッカーのプレーは守備的なボランチでボールを奪うプレーが得意です。性格はちょっと静かな人間です。もし日本が少し恋しくなってしまったらどうしたいと思っていますか？日本食を食べに行きます。あなたと一緒にドイツに来る方はいらっしゃいますか？います。